Okayama Voice Broadcasting。リコメンデーションしたい岡山の人、物、ことをご紹介いただくインタビュー企画、おかりこ。岡山の各業界を牽引するリーダーの方々をゲストにお迎えし、インタビューしてきました。収録と放送日にタイムラグがございますので、そちらも考慮してお聞きいただければと思います。今回のゲストは、株式会社重山組代表取締役、川田裕二さん。株式会社精神工業代表取締役、木村誠二さん。株式会社岡田松雲代表取締役社長岡田芳美さん、株式会社創新会代表取締役社長二上正和さんです。それではどうぞお聞きください。Okayama Voice Broadcasting。 ゲストは株式会社重山組代表取締役の川田裕二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回おかりこ岡山リコメンデーションということで、経営者やリーダーの皆さんに岡山でおすすめしたい人や物や場所ということを教えていただいてるんですけども、はい、川田社長は今回何をリコメンドしていただけますでしょうか。はい、私はですね、私は出身が備前市の中の、またその山の中なんですけども、はい、備前市の重山っていうところで育ったんですよ、はい、でその重山っていうのは草冠の番っていう字なんですけど、はい、実はですね熊沢晩山が晩年過ごした場所なんですよ、はい、それで、小さい頃から、熊沢晩山の話なども聞いていましたし、でちょっと考え方というか自分の考え方にの中に影響を与えてくださった方なので、はい、やはり熊沢晩山かなというふうに、それとまた近くに静谷学校というのがありましてですね、はい、ですから静谷学校と熊沢晩山というのがおすすめですね。なるほど、はい、ちょっと僕も全然勉強不足であれなんですけど、熊沢晩山さんの、陽明学者ということで、多分当時でいうところの、岡山県のその頭を一番使うところのブレーンというか、陣頭指揮を取られて、政治の部分でも活躍された方だと思うんですけど、結構大河ドラマにしてよっていうような運動があって、山田報告っていう名前は結構ね、聞かれる方、同じ陽明学者でも多いと思うんですけど、熊沢晩山さんって岡山であれなんですね、なんかもう人生を終えられたんですね、最終的に。全然知らなかったです。そうですね、山田王国より山田王国も尊敬する人の一人に挙げてますよね、はい、から幕末の勝海舟は最も尊敬する人として名前を挙げていますよね、それから吉田松陰なども、熊沢晩山の教えを参考にしてやっていたというような方なんですよ、あまり知られてない、そちらの参考にした人の方が有名になってますけどね、逆になんか熊沢晩山って聞いたことあるっていう方がいたとしても、なんか岡山と直接リンクする人が逆にね、ちょっと人によってちょっと少ないのかなと思ったりもしますけど、実はこんな偉人が岡山にいたんだよということを、そうですね、はい、池田光政の時に着いた、先ほどおっしゃってたような、要するに頭の方の何大臣言うたらいいだろうか、何大臣なんでしょうね、シンクタンクだったんですよね。そうですね、シンクタンクというか、そういう役柄で、もちろん江戸の方にも派遣されてね、はい、それでいろんなその、江戸城周辺作ったのも岡山から呼ばれていくわけですよね、はい、それから津田長忠さんと熊沢晩山が行って、江戸周辺、これ合ってるかどうか分かりませんけど、江戸城の建設にも携わるんですけどね、はい、で地産地水事業とかね、土木事業とかね、はい、そういったことにも非常に長けていて、はい、それから考え方はいわゆる論語ですね、いわゆる孔子の思想を取り入れて、はい、それでやっていくわけなんですけどね、学問で言えばその今に通じる経営学、松下幸之助や渋沢栄一もうほとんどこの熊沢晩山が提唱していた陽明学の中身なんですよね、松下幸之助語録なんかを読むと、もうこの当時静谷学校で勉強していた師匠五経っていうのがあるんですけどね、その中身をやっているんですよね、だからもちろん成功哲学であるとか、それから物事の考え方、いわゆる三方よしのような、要するに
その中身は相手を倒すというよりも、まあ言えば自然とも共生するような話であったりとかですね、はい、うん、そういったものが多いですね。なるほど。まあ、その儒教といってもね、いろんな、まあ、体系というかいろんなところに広がってますけど、すみません、僕のあれ勉強不足ですあれですけど、まあ、儒教の中でもいろんなものがあって、うん、熊沢万山さんそれを、まあ、日本自分の解釈なんかも交えて、まあ、そのね、先ほど言われてた人ではリスペクトするような、なんか日本の考え方の一番いい礎を作った方って言っても過言ではない。そうですね、まあ、儒教最初は朱子学っていうのがあって、はい、朱子学っていうのの要するに考え方と陽明学っていうのは同じ儒教と全然違うんですよ。まあ、どちらも孔子な、孔子から来るんですけどね、はい、捉え方が違って、朱子学というのに発展するのと、朱子学の限界があって陽明学が出てくるんですけどね、はい、非常に明るくて、いわゆる積極的で前向きな、うん、考え方ですから、はい、まあ、我慢したらええことあるよっていう話じゃないんですよ。いわゆるちょっと今は我慢せえというような話じゃなくて、はいはい、割と、物事の種まきと刈り取りであるとか、うそういったもののそのなんていうんですかね、道理というか、はい、それを自然界から学ぶ道理を生き方に転化するというか、いろんなことはありますよね。だからいわゆる山林をね、当時江戸時代、まあその当時ね、非常に今みたいな石油があるわけじゃないですから、お風呂沸かすのも炊き物するのも木を使うわけです、はい、そしたら誰のものいうわけじゃないんですけど、山は全部木を切ってきてね、はい、炊き物に使うもんですからね、どこのもう日本中ハゲ山だったんですよ。でそのハゲ山にしてしまったもんですから、今で言えば CO2 アイスは増えていたと思うんですけど、はいはい、まあ目に見えて災害がすごかったんですよね。ああ、もう地盤がもう緩んじゃったりとかね。なるほど。山の治水力がなくなってるもんですから、はいはい、雨が降れば洪水が起きる、で災害が起きる、せっかく作った作物も流されてしまうというようなね、そういうふうなひどい時代に、要するに植林を提案するんですよね。で日本中に植林をしていって、はい、それでまあ日本のその改造というかね、はい、それをしていく人でもあるんですよね。もうその思想家だけではなく、そういった地球環境みたいなところにももうかなり早く、僕ね、もうまさに SDGs での見方で、あの人を少し研究されたらいいんじゃない、はい、僕もまだ、まあ、してませんけれども、そういう現代に全くぴったり合った方だと思いますよ。なるほど、うん、まあ、岡山も結構ね、全国日本の国内では結構 SDGs 推進しているような県だなという印象は僕はあるんですけど、まあ、今だからこそ熊沢万山に学ぶべきことが、まあ、多いじゃないかな。それいいじゃないですか、熊沢万山に学ぶ SDGs。 うん、確かになんか、ね、歴史学者の方とか交えてお話ししたら面白い発見があるかもしれないですね。確かに、うん、だから僕も太陽光発電をね、販売をしているわけですけど、太陽光発電って、一つの一軒の住宅につけるだけで、約敷地500坪ぐらいですかね、はい、500坪ぐらいの植林をしたのと同等の効果があるんですよ。だから山を伐採して何かを作るっていうことは、二酸化炭素が排出量が増えるわけですから、植林はいいんですけど、いくら植林をね、みんなで集まってやっても、太陽光発電を一軒につけるのに勝てないんですよ。うーん、CO2 の排出量、はいはい、ですから当時その熊沢万山のその植林の話を聞いて、太陽光発電の二酸化炭素の削減量を聞いてね、この事業をやろうと思ったのを未だに覚えてますよね。へ、はい、その先ほど言われた備前市の方に行くと、はい、何かその、まあ、例えば暮らされたお家が今もあったりとか、ね、史跡的な場所もあるんですか？ ありますね。ありますよ。で、火も残ってますし、はい、
やってます。へ、家は残ってないのかな。うん、まあ、でも何かしら静谷学校はやはりその駒沢万山がの思いが入った建物で、そこでそのいわゆる陽明学儒教というひとまとめにしますね、はい、備前市では論語って言ってやってますけどね、うん、私が勉強した中ではやっぱり論語は孔子のツイッターというふうに言われてますからね、はいはい、まあ、もっと、中身深いその師匠五経の中身をね読むとね、それは面白いですよね。もっと勉強した方がいいと思いますね。なるほど、うん、まあ、なんかお話を聞いてて、なんか今のね株式会社茂山組の実はなんか本当ルーツにね駒沢万山がいたのかなっていうような気もしてきますね。でもなんかお話を聞いてると僕ね本当にね、自分の子供が、自分に子供がいるんですけれども、駒沢万山の幼少期の幼少期名が良海っていう名前、はい、というのを知って、はい、自分の子供にね良ってつけたんですよ。もう同じ字を取って字はちょっと変えたんですけど、あ、字は変えた、ね、音だけはそこから取って、了解の了はね、はい、よしだったんですけど、ね、はい、まあそれだとちょっとということで違う字にはしたんですけど、その恩はいただいてね、はい、それぐらいまあ思いはあったんですよね、はい、ありがとうございますね、はい、ぜひ皆さん多分調べるは調べるほど多分学びもあるし、あ、なんかね岡山にゆかりなことも多分いろいろ出てくる、はいはい、ことだと思いますので、すぜひ駒沢万座皆さんもねぜひ調べてみていただけたらなと思います。ゲストは株式会社茂山組代表取締役の川田裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゲストは株式会社精神工業代表取締役の木村誠二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回岡山リコメンデーションということで、難しいなと皆さんに、まあ、はいはい、岡山でおすすめしたい岡山の場所、人、物、何でもいいんですけども、まあ、略して岡山リコメンデーション、はいはい、岡リコということで、はいはい、木村社長のおかりこ、今回は何をご紹介いただけますでしょうか。ですね、まあ、僕、まあ、住んでるところは、まあ、会社も玉野市なんですけど、やっぱり玉野市ってなってるけど、これが昔にね、あの岡山市と合併するみたいな話があったんですよ、はい、でその時にもし岡山市だったら港区っていう、はい、勝手に僕は名前をつけて、おあの地域のことで たまに口にしたりするんですけど、はいはい、でやっぱり港があってで海があって、でやっぱり玉野の日本のエーゲ海みたいな感じで売り出そうかなみたいな話も出てるんですけど、はい、でモナコ国王がお忍びで来たりとかする、まあ地元の人は気づいてないけど綺麗な海なんですよ。でそこが今最近ですね、カフェとかいろんな飲食店があのオープンしていってるんで、はい、その辺が場所的にはこれからどんどん魅力になっていくのかなと思ってますけど。なるほど。じゃあもう多摩の、特に宇野港のあの辺り周辺を一番おすすめできたらなっていう、ね、ハンバーガー屋さんにカフェに3店舗4店舗ぐらい新しく できてるのかな。へー、なんかね、本当はコロナ禍でなければ例年は多分もっと外国からも世界中から、ね、観光客の方も多いような、そうそう、ね、はい、かなりにぎわってる印象はありますけど、はい、まあ、でも今でもじゃあお店はちょっとずつ増えていってる。結構ね、人気店というか人気で人が並んでるような店が結構できてるんですよ。へえ、うん、ローストビーフのなんか丼とか、うん、全感覚スパイスカレー屋さんとか、はい、ちょっと待ってください、何ですか全感覚スパイスって、何ですか、そういう名前のカレー屋さん。へえ、死ぬほど気になりますね食べたらどうなるんだろう全感覚スパイス、はいはいはい、へえ、もう最近ですよ、はい、それももう宇野港のあの辺りにあるんですね、カレー屋さん。そうですね、前は宇野町コーヒーとか、はいはい、あの辺だけの売りがあったんですけど、今頃はそういうヒートワイヤーとかハンバーガー屋さんとか、はい、クロンっていうそのローストビーフの丼をテイクアウトしてるところとか。木村さん、さっきからなんかローストビーフ推しですけど、なんか結構美味しいんですか、ご自分で食べてみられた。予約じゃないと買えないんですよ。へえ、あ、そんな人気なんですね、はい、へえ、
でも、まあ、宇野駅周辺、まあ、海岸沿いですけどね、はい、まあ、同級生もお町でやってますけどね、はいはいはい、まあ、かき氷も今流行ってるんで、じゃあもうあの辺りは、まあ、アートでね一時一世風靡しましたけど、最近はこうグルメっていうところでもなんかもっと注目されてもいいのかなという、はい、港区増えてます港区はい、なんかあれですね、急に高級感が出ますね、港区って言ったらホテルもできてますしね、はい、あ、そうですね、はい、ホテル開館よってもう少し先、7月1日、もう2021年、もう夏にはオープン予定ということで、はい、なるほど。じゃあもうあとはあれですね、コロナ禍さえ収まってくれればちょっとね、収まった時の準備を今からやってるんですよ皆さん。なるほど、はい、へ、もちろん社長は地元の方ですけど、一回自分でも泊まってみようかなみたいなことは考えてらっしゃってたり、一回ぐらいは泊まるかもしれませんね、うん、誰とっていうなるんですけどそう、でもあれですね、岡山市内、倉敷市内からでね、もう別にお家に帰ろうと思えば帰れるんですけど、なんかせっかくだったら岡山県内でもまあね、はい、ちょっと泊まってみたりっていうのもいいですよね、なんかそういうミニマムのツーリズムみたいなところで。なるほど、ありがとう。島にも渡れるしね。なるほど、そしてちょっと先ほど実はちょっと収録の前にちょっとお話ししたんですけど、木村社長、あの微笑みマリン大使さんっていうね、あの方の、はいはいですね、観光大使ね、はいはい、玉野の観光大使の方のお世話もずっとされてるということなんですけど、10年ぐらいしましたね。10年、もう継続してしてますけど、はい、あれは微笑みマリン大使さん、まあ、女性の方がね、選出されてるみたいですけど、はいはい、あれは玉野在住の方、いや全然大丈夫です、でなくてもいいんですか。はい、もう岡山県内の人であれば、まあ、香川でも大丈夫です。それは玉野を別に私 PR したいんですっていう熱量があれば、ひょっとしたら採用されるかもしれない。そうですね、近年玉野市外の人の採用が多いかな。へえ、なるほど。ぜひどなたかいらっしゃったらお願いします。それは木村社長も審査員的なこともされながら、まあ、運営と審査員と、運営と審査員と、はい、はい、やらせていただいてますけど。なるほど、ちなみに年齢制限とかないです。ないです。ないですか。男性でも大丈夫です。あ、じゃあ今日ねこの収録の PA をしているうちのスタッフもできればバイトで、はい、よろしくお願いします。肩を震わして笑ってるけど、でも全然もうどなたでもウェルカムってことなんですね。どなたでも大丈夫です、うん、じゃあ最終審査に50代の方もいらっしゃったこともあるし。50代ですか。はいはいはい。へえ、最終審査まで残ったんですね。そうですね、うん、それはやっぱその熱量的なものがやっぱこの人は落とせないな、なかなかぐらい、うん、歌がうまかったかな。ギター持って歌ってくれたりしていろんな方が来られるんで楽しいですけどね。なるほど。あ、そういう一気に出てるかどうかっていうのも結構ポイントになるわけなんですね、はい、なるほど。じゃあ、まあ今回あの多摩の、まあ、特に宇野港周辺ご紹介いただきましたけども、まあ、景色とか、ね、アート以外にも、まあ、グルメでも盛り上がってるし、まあ、今後ホテルも最近増えてきて、はいはい、これから熱いバズっていくかなと思っておりますけど。じゃあもうね、まあ、今コロナ禍がまあ終わるまでに、まあ、着々と準備が進められているので、ね、終わったら皆さんぜひ多摩の宇野のあたり、はい、よろしくお願いします、はい、あの訪れていただけたらなというふうに思います、はい、ありがとうございました。ゲストは株式会社精神工業代表取締役の木村誠二さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。株式会社岡田松雲代表取締役社長の岡田芳美さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。お願いします。お願いします。岡田社長、今回オカリコというちょっと新しいメディアの企画がスタートしまして、はい、これはあの岡山をリコメンデーションしていこうということで、うん、あの岡田社長が推薦したい岡山のいいところ、はい、ちょっとぜひ教えていただきたいなと思ってるんですけれども、はい、はい、お願いします。岡山のねいいところは気候ですかね。気候ですね、はい、もう春夏秋冬、うん、あの温暖な気候、はい、ということで、はい、特にね岡山市内はね雪が降らないですから、はい、もう本当にね県北行ったらね、はい、何年かに1回どか雪降るんですけど、岡山市内はね本当に雪が降らない。そうですね、また雨も少ないし、はい、本当に春は春、はい、夏は夏、冬は冬、秋がねちょっと最近短いようなんですけど、でもね本当にね非常に穏やかでね、はい、全国的にもこういう
土地はないかなというふうに思います、はいはい、確かに、はい、もう気候の話と合わせてねよくされるのがやっぱり災害が少ないっていうところも。そうですね、あの何年か前ね、大きな災害がありましたけど、はい、マビドンですね。もうそれ以外はね本当に私の記憶ではもう本当に何十年前、に一度大きな災害が津山でねあったりとかですね、はいはい、そういった中でやはりほとんどない、国かな県かなというふうに思います。はい、でもそういう、こう、まあ、地の利というか岡山っていうのはやっぱりそこにはすごいこうアドバンテージがありますかね、全国的に見ても。そうですね、隣のね、香川県も非常に温暖な気候ということでね、はい、降水量も、日本一というふうに香川県も歌ってますけど、はいはい、もう香川よりは岡山の方が地震も少ないし、香川はね、もちろん地震ないですけど、岡山もねほとんど地震がない、国ですから、隣の広島行ったらね、もう災害だらけだなって言っているんですよ確かに、もう地震は多いしね、洪水は多いし、結構聞きますね、広島は。その点はもう岡山はね何もないので、はい、やはりちょっとその辺で移住者がね、しっかり増えていただけたら岡山も100万人都市が目指せるのではないかというふうに思いますけどね、はい、なるほど、はい、まあ、岡山県も市もこういろんな施策されてると思うんですけれども、岡田選手を考えられる、こう岡山こうやったらもっと良くなるのになって、どういう要素が必要だと思われますか。岡山が良くなる、はい、ということはね、やはり今の市長もね、中心コンパクト市でという政策を打ち出してますけど、はい、やはりコンパクトだけではなくね、郊外も発展する。特にね、坂出の今度選挙がね、始まるときにはコストコを誘致する若者を集めると、やっぱりそういう政策がね必要じゃないか。大きなね、本当に百貨店ではなく、そういった大きなスーパーマーケットですか、そういったものがねやはり岡山市のどこかにね来れば、またいつも思うんですけど、多摩の水族館ではなく、やはり岡山のね、はい、どこかにね大きな水族館を作って、はい、やはり、ファミリー層が遊べるというようなことをしたらいいんじゃないかと思いますね、はい、やっぱりでも若者、移住っていうと、やはり これから子供を産んでっていう子育て世代の方をメインでこう促進していこうっていう思いがあると思うんですけど、そういう意味でもやっぱり若者に訴えかける魅力しっかり作っていかないといけないなっていうところですかね、岡山。そうですね、もうやはりね、特に関東地区の若い子が岡山県はどこにあるか知らないので、あ、やはりね中国地区たら広島、はいはい、岡山はもう九州に位置づけされているみたいですから関東ではね本当ですか。それだけね若い子が本当に、岡山県のインパクトが弱いから、やはり、しっかり若い子にですね、岡山をもっとアピールして、はい、特に、四国才能の方はですね、はい、広島、中国地方の広島に行くんではなく、岡山にどんどん来れるような施設をどんどん作るべきだなかなというふうに思いますね、はい。まあ、コロナで今ねなかなかこう皆さん出歩けない時期が続いてるんですけど、早くこうコロナが収束したらいいなと願いながら、ね、コロナが明けたらね岡山にしっかりも来てもらえるような。そうですね、もうそれだけもう今チャギントンがね走ってるぐらいですから、はい、岡山はね、はい、まあ、チャギントンだけではなく本当にね、はいはい、岡山来たら一日遊べるといったようなね、ことを考えていただきたいなというふうに私は思いますね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、これから先ちょっと岡山、例えば市長行政だったりとか、そういった行政のこう移り変わりもあると思うんですけど、その中でねもっとしっかり発展していったらいいなと改めて思います。はい、ありがとうございます。本日のゲストは株式会社岡田商運代表取締役社長の岡田芳美さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。岡山ボイスブロードキャスティング株式会社創新会代表取締役社長二上正和さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回ですねちょっと初めてスタートする企画なんですけれども、はい、おかわりこということで、これ皆さんで岡山をリコメンデーションしていこうという企画なんです、はい、二上社長多分いろんな岡山のいいものご存知だと思うんですけれども、いやいや僕はでも県外から来てるからね、もともとはね。そうですね、確かにご出身は大阪でいらっしゃいますかね。育ったのはね、はいはい、大阪で、もともとはでも出身は愛媛県の松山市なんですよ。あ、はい、松山、はい、はい、そこから出て田舎もんですわ、はい、いやいやいや岡山もそんなにあれなんでいやはっきりは言わないんですけど、そんな都会ではないんで。でも大阪から松山行った時に、はい、びっくりしたんが、はい、電車が、はい、手動だったんですあれ驚いたよ。カルチャーショックでした。だって
知らないじゃん、その扉って自動で開くと、まあそうですよね、駅止まってんのにあかんから、はい、待ってました。どうしようあれはちょっとたまげたけどね。なりますよね、まあ、岡山に似たようなものがある、ね、岡山もございますね、はいあのまあ、その県外もいろいろ見ておられることも多いと思うんですけど、うんはいまあ、岡山でやっぱりまあこれだなっていうのってどんなものがありますか、うん、だからねあんまりよく分からないんだけど、はい、僕はあの、まあ、本社が倉敷にありますし、はいでまあ、小島にもねあの事業所ありますし、はい、やっぱりねあのデニムかな、うんうん、やっぱ街を象徴してるんじゃないかと思うんですよ、はいはい、繊維から始まってね、うんうん、やっぱそういう意味もあって、はいだからあの出張行くときはまあ、あのなるべくデニムのスーツで、はいはい、おー、ね、自ら着られて着て、うん、どや言ってわざわざ聞くんですよどや、どやこのスーツどやめっちゃ面白いじゃないですかえあの見た人は、うん、やっぱりデニムのスーツっていうものがあること自体を知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、知らない人もいますよねどうやってやっぱなりますか、まあ、そうそうでデニムの生地によってもね、はい、デニムっぽく見えないようなものもありますし、はいまあ、でも、あえてデニムらしいデニムスーツを着ていってなるほどなるほど、うん、結構そのデニムの中でもドレッシーに見えるような素材感というか、うん、質感のものもありますよ ね, あるね、うん、何着かお持ちということですかじゃあそうね、はい、何着ありますかね何着あるかなでもいくつか 7、8 あそんなにですかすごい、うん、それぞれじゃあ生地とか質感が違うものをお持ちだっていうことですかそうそうそう、うん、デニムのスーツって言ったらインブルーさんとかがこうパッと思い浮かんだんですけどそうです、ね、インブルーさんのが一番多いかなうん、うん、ちなみに今日お召しなのもデニムっていうこれもインブルーよすごいインブルーさんインブルーさん聞いとるかい送っときますねインブルーさんにねこの音声をありがとうございますでもこう着られて自らまあ宣伝等としてというか発信されて興味持ってくれる人はね、うん、いいねいいねって言ってくれるよね、うん、でもこうまさに岡山ならではというか、うん、他の地域であんまりこうできないことじゃないですか、うん、そういうものって、ねうん、あとなんかさっきちらっとお話に出たプレゼンの資料にもちょっとこう岡山のね県産物とかを散りばめてそう一番最後のね、はいはい、ページにね、はい、瀬戸大橋を、はい瀬戸内海ね、うん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 、それから倉敷の町並みに、はい、それからまあ今言ったデニム、はい、それからフルーツね、はい、あのワインとかね、はい、ああいった写真をバーッと、はいうん、で岡山に来いよっていう一言を添えてすごくありがたいことをしてくださってるんです ね宣伝しとるでしょ、はいうん、実はここに観光大使がいらっしゃったとはちょっと今まで知らなかったです、ね、こんだけ貢献してるのにおかしいなおかしいなあれその話はしないお約束じゃなかったですかいいんであれば突っ込みますけど私もよろしいですかでも瀬戸大橋、まあ、やっぱりこう瀬戸内海ってすごくこう岡山ならではというか、うんそうよね、本当にこう世界どこにもない場所だと思うんですけど、うん、あれはね世界に誇れると思うねうん、うん、僕は時間がある時、はい、まあ、あんまないんだけど、はい、たまにあのバイクであの、ねはい、渋川から小島に抜ける道を走るんですけど、はい、ものすごく気持ちがいい、ね、気持ちいいですよね確かにご機嫌になりますご機嫌になりますか、うん、赤い弾丸で赤い弾丸そういうわけではなくいや赤い弾丸だねありがとうございます、はい、でもまあそうやってこう岡山のいろんなところ楽しんでらっしゃって、うんまあ、それをこう岡山の県外の方に向けて発信してくださってるっていうのはすごくこう同じ岡山県民としてありがたいな、はい、ましてやこうご出身は違うところで、はいそこまでこう岡山に愛着を持ってくださってるのが嬉しいなと思うんですけど、うんまあ、でも僕らやっぱりこの地で起業して、はい、でここまであの育ててもらったんでね、はい、やっぱりそういう意味ではものすごく恩義がありますし、うんうん、地域の、ね、皆さんのおかげで生きてるようなもんですよ、はいはいうん、すごいいい笑顔で最後、締めていただいてありがとうございま す,、はい、いますちょっとこれからもあの岡山のいい情報をどんどん発信していきたいなと思っているので、はい、また教えていただけたら嬉しいです、はい、ありがとうございます。本日のゲストは株式会社送信会代表取締役社長二上雅一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。岡山ボイスブロードキャスティング。